今回紹介するのは「青春豚野郎は初恋少女の夢を見ない」という本です。証拠のついた優しい嘘マが願った真剣な思いさきふとしが選んだ答えとは優しい人になれるような後書きを読む限りこの巻で完結したようではないですがこの巻を書くために器官が存在していたと言っても過言ではないでしょう。それぐらい。 この薪にててが詰まっていまっいす。確かにいつも通り思春期症候群はあまりに理屈としてぶっとんでて何でもありになってしまってる感は否めないですそれでも人には理屈なしで心を動かされるシステムが備わってるんだなという感覚を与えてくれるようなそういう物語ですこの薪を読むには痛みを伴います。 辛くもありますでも痛みを伴わないと人は優しくはなれないその現れな気もしてきます読んで優しい気持ちにさせてくれる作品はケウですそんな気持ちになりたい人にはぜひおすすめですネタバレを避けて抽象に過ぎる感想になりましたがお許しください以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は「 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。